ミスドの動画ではね、チラッと。そうなんだ。間接的なけど、テオ君は初めてやで。てか、こんなちゃんと話すの初めてなのでは。ファンフェスで話した。そうだ、そうだ。YouTube オリジナル。あ、YouTube オリジナルだ。そんな感じなんですけど、はい、はい。今日なんですけどね、私、ちょっと前々から悩みがあって、私に一番好きな食べ物、ケンタッキーなんですよ。おー、そうなの大好き、ケンタッキー。しかし、ケンタッキーを食べる動画を上げるたびに、ちょっとお叱りの言葉をいただくの。食べ方が汚いとか。あー。の食べた後のなんかその感じが汚い。はいはい、カスみたいな落ちるからね。そう、人間汚いやつでしょ。でも人間たるものケンタッキーも綺麗に食べたいじゃない。食べたいですよ。というわけで今日はケンタッキーを美しく綺麗に食べましょう。よっしゃー。そんなに何でかと思ってる。でもさ、綺麗に食べるには軟骨とかを食べなきゃいけないじゃん。あ、確かに。それはあるよ。それで焼き鳥屋さん行った時に軟骨苦手な人いるやん。まあ俺もあんま食べないんだけど、焼き鳥のももは食べるじゃん。だから軟骨の部分を残してもいいんじゃないの。残してもいいけど、最終的に見た目が綺麗かどうかよな。あ、そういうこと。食べる道中も大事。食べる道中もね。ガブって書いてたらこの辺ドゥル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 とか油とかもやられてめんどくさい。それいや、もうそれは仕方ないじゃん。いろんな人見てるからさ。そう、ほんまに。だからもう不快に思う人もいるんよ。そうなんですよ。常に食う時点でもう不快に思う人もいるかもしれないからね。やめなさい。あ、いいね。美味しそう。じゃあ、おいしそう。いただきます。いただきます。さすがボルト3。おいおいおい、うるさいうるさい。エーペックスの話はやめなさい。いただきます。いただきます。おいしい。うん。うわ。おいしい。なんか出来たての、ケンタッキー久々に食べた気がする。あ、これ。今は綺麗。今のとこ綺麗です。今のとこ綺麗。あ、はい、もう炎上。もうこれはもう、はい、炎上。コロナでおかしくなってる、みんな。落ち着いて、みんな。うん。うん。あ、うまいわ。うまい。エミリンってさ、よく動画で食ってるけどさ、うん、実際大食いなの。ほんまに日による。女子って1ヶ月に1回女の子のあれが来るじゃないですか。うん。常に、ね。おばあちゃん包んだ前に女の子のあれがね、うん、来るじゃないですか。その前はやっぱめちゃくちゃ食べてれる。え、あれって無限なの？無限。太んない時期なんだっけ？うん。太んのかい？太るのにめちゃくちゃお腹すく時期がある。なんでなんだろうね。最悪じゃん。うん、最悪やで。じゃあ月1に絶対太りそうな時期が来るってこと？そうそう。でも月1その無限に食べる時があって、その無限の列車編に突入したら、もう食べても食べても、もっぴにならないの。よもやって感じ。え、ほんまによもや。その時に大食い企画飲んだらいいってこと。そう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 。そしたらまず無限に食べる。生理を利用する男最悪だ。すでに綺麗わ、この人。もうこれこういう出たやつもギリギリまでね。さ、もうほら手をくちょっと危ないもん。こういうとこがむずいよな。うん。一番好きな食べ物じゃケンタッキーなの。肉？うん、え、なんかケンタッキーがめっちゃ好き。危なっこくない？俺好きだけどね。うん。なんかもう26の代なんすよ。いや、わけえじゃねえか。で、今年28の代。もう姉さんじゃん。そうだよ。今まで知らなかったかもしれないけど、結構上よ。でも2個上で28ってすごくない？ケケと一緒だ。誰？俺の兄ちゃん。知らねえよ。俺の兄ちゃんと一緒だ。知らねえよ。一応 YouTube やってんだけどね。はい、炎上。恥ずかしい。でももう25の代になって脂っこいものがしんどくなってきたから、焼肉とそばだったらそばを選んじゃうのよ。もうえ、マジで？もう落ち着いてきちゃって。へえ。23から選んでたよ俺たちは。そうだね。え、そうなの？だからもう焼き鳥とか行ったら砂肝とか。おじさんやん。おじいさんやん。おじさんでございますやん。あ、でもすごい。でもうん、形に沿って綺麗だね。やったよ。綺麗な骨だけ残して終わろうよ、今日は。いや、確かにね。気持ちいい。気持ちいいよ、今日。多分、低評価ゼロだよ、今日。あ、ええ。多分ゼロになると思う。低評価ゼロだったらどうする？なんかしようよ。すぐ1つくよ。メンバーシップくらいだよね、使わない。使わなかったことあるよ、そのメンバーシップとかで。メンバーシップはつかない。そうなんや。間違えて落ちちゃったとかきっとあるけど。ね、幼くないお金払ってまでさ、相当嫌な気持ちになったんだろうね。ほんまになんかあったんやろ。うん。いや、私もこっから分からへん。あー、これはもうダメです、ね。あ、これダメだな。まずちょろっと出てる、その、ささくれみたいなやつを食べていこう。これ？これ？そうそう、そういうとこ、そういうとこ。こういうとこ食べていく。そう、それの積み重ね。なるほどね。ささくれ。こういうのちゃんと食べへんから、汚いと言われんねんな。うん。ささくれって似合うな、なんか。最近さ、ついにさ、TikTok 見始めたの。やっば見始めた。クラブハウスみたいなノリで言うやん。クラブハウスみたいな感じで TikTok 見始めたけど、すごいな。私の TikTok のイメージって、これで止まってんのよ。ブルーその、まーす、ビリビリバーンみたいな。なんか、歌に沿って踊るアプリって思ってたから、最近の TikTok のみんながそれぞれやってる感じにすごいびっくりした。違うアプリになってた。やらないの？やろうと思ってたから。え、どういう動画見て感化を受けたの？ダンス動画。やっぱそうね、ダンス動画。結局かい。どういうね、カメラワークというか編集。確かにレベル違うよね。マジレベル違う。あれ真似できないもんな。ひなちゃんとかさ、すごくない？発想力。すごいな。かわいいよね。エロいし。おい、確かに。マジいい女として見る。影ひなちゃん分からへんねんな。えぇ？え？ひなちゃん知らないの？炎上する？うん。
聞いたことはある。でも顔出てこへん、申し訳ないけど、すいません。いやでも全然悪いことじゃないよ別に。なんかこれから TikTok に触れ合っていこうと思ってる。ひなさんも知らないのは結構悪いことじゃない。甘い言うてるやん。信じゃんやん、だってエロいんだもん。男の人が言うエロいって何なのかよく分からへん最近。人それぞれだけどやっぱり巨乳中身な。でも俺がエロいって昔から思うのは大久保佳代子。魅力的。うん、エロいなと思う。唇とかさ、あ、そうそう、セクシーなのよ。結構セクシーよね。スケベだよ。西岡澄子みたいな今思ったよな。スケベだよ。見てこの、うわ、え、化石。すごすごいでしょこれ。うん、逆に汚い。でも分かりやすいのは、俺が綺麗と言われたこれを人体に渡してどう変化するのか。あ、確かに。シンプルにおかしいのが食べ残したやつを食うのがもう汚いになるんだけども。俺たちニコイチだから。確かに確かに。いただきますか。やだなぁ。ちょっと待って、見せとこカメラに今の現在の状態。現在がこういう感じです。今ライズアップみたいにドゥーン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 。さあここから変わりますよね。後で。やだなぁ。俺初めて人生で他人のチキン食べるの。しかもチキンもうないからね、ほとんどチキンの部分なんて。 そっからどう綺麗になるんだよ。すごいな、もう食べるとこないって思ってたけどあるわ。でもやっぱりね、美味しさはないよね。言っちゃうけど、もうね、あの、美味しさもない。やっぱね、それくらいが一番美味しいとこなのよ。これぐらい変わるのが、これで終わるのが一番美味しいものなんだけど、うん、やっぱ美味しくない。え、これじゃあ何、どういう作業？メロンの皮みたいな感じ？そうだね。ハンバーグの横のパセリ食ってるみたいな感じ、ずーっと。あー、なるほどね。ずーっとそれ食ってるみたいな。作業芸今。これへの感情ゼロ。磨くってイメージ。泥団子みたいなね。そう、しかも前歯が俺、鋭利なんですよ、実は。ここで、ここの間、こう。持ってくんですよ。なるほどね。こういう時前歯って便利なんだよね。いまだにコップをこう飲む時にさ、前歯どんくらい出てるか把握できなくてコンって当たんだよね俺。ん？あれ？俺さ、なんか間違えちゃったっけ？ん？合ってたよ。合ってたよ、ね。いや合ってた、合ってたけど、もう一個あるかなって思っちゃったよね。終わりです。そうそう。以上以上。ごめん。ジダがさ勝手に期待したわけや。そうだよね。恋愛と一緒。ああ、申し訳ない。勝手に期待して。過去なんかあったじゃん、なんか悲しい。恋愛と一緒って言う女悲しいな。まあ、TikTok の話戻んねんけどさ、TikTok のさ、カップルがさ、彼女を嫉妬させるために、うん、違う名前で呼んでみたら、みたいなさ、うん、やってる、うん。あれやりてーって思うの。めっちゃ微笑ましくない、うん、俺でもずーっとやってた、彼女に。高3の時とか。それ間違えちゃってただけじゃなくて。いや、ガチで、ガチで、うん、わざと。じゃあもう、令和の TikToker の発想を持ってたってこと？もう、マジで？高校生。そもそもあった。カメラなんか回さない。そんで、エミっていう名前だとしてるじゃん。うん、桜あれと、あ、ごめん、間違えた。エミって言うの。あ、ほんまに今の TikTok や。うん。ガチの。なるよね。って言われて、ごめん。って。いやいや、もうそれマジで間違えちゃってんじゃん。ほんまに間違えてるやつや。向こうからしたらね。向こうからしたらね。続けていい？そのまま。桜、うん、ティッシュ、あ、エミ、ティッシュって。え、ちょっと誰？桜って。ごめん。え？え、絶対間違えたよね。いや、まだ。いや、絶対嘘じゃん。絶対嘘じゃん。誰よ？さくらは、うん、え、嘘じゃんねえ、やめて、そういうのね。いないよ。浮気じゃん、最低じゃん。じゃあ調べてみればいいじゃん。どうやって調べんの？俺の卒業式のさ、やつとか全部見なよ。いや、そうだ。やば、見ろよ。やば、 LINE とか写真とか見に見、さくらって友達一人もいねえから。あ、やだメンヘラ彼氏。真剣に来られるとこっちも、いや、冗談やんみたいな感じで行くけど、あっちが間違えたよねみたいに言うから、わざと本当っぽくする。ごめん、マジでごめんっていうのも分かってるってこと。あー、なるほどね。高度な遊び、まあ、関係性があるからこそだね。めちゃくちゃ高度な遊びしてるな。あ、だからある意味だからそういうプレイだ。確かに確かに。一種のでも遊びたいね。え、そうやって彼女と、あー彼女と、あー彼女と、でも遊びたいよ、でも動きづらいねみたいな感じかと思う。TikTokで言うとさ、それをさ、こうやってさ、もうスマホのカメラ向けてる状態でやってるわけ、うんうん、なんか分かる、それ思ってた俺も。知ってるじゃん、回してんのって思っちゃうよな、うん、それが良くないんやろな。遠距離恋愛で、うん、もう返すよ返っちゃう、うん、彼女が泣いてるっていうのをたどりでこう撮ってるやつは結構もうシンプルな純粋な感じ。彼氏がこうやって回してこう抱きついてきて彼女とかをこう撮ってる時、うん、それは何って。それはどういう感情。確かに、うん、あの彼女がもう撮らないでって言ってるのが可愛い。パッコパッコ、うんうんうん、それガチだよねっていうのもテイク3。今の撮らないではちょっとリアルじゃなかったわ。でも一回そっち系で撮らないでっていうのをもうカメラ目線で言ってた方がいいだ。それはもう分かってるやん、うん、こっちには撮らないでっていうのを一回見つけて、あ、これはもう、あー、もう入ってた、入って探偵の心が、あってなった。だからさ、あれも一緒だよ、もうエッチな動画のハメ撮り、フェイクのハメ撮りとガチのハメ撮りが多分合うと思うんですよ、世の中にはね。世の中には2種類のハメ撮りが
何一番かっこいい言い方してんの。2種類のハメ撮り。世の中には2種類のハメ撮りがあって。ガチなやつと、ローランドみたいな。フェイクなやつがあるんですよ、ね。これか俺以外か。そこの右、あ、これすごくない？え、ちょっと待って、え、もしかしてあれ？さっきのやつ？さっきの俺が見るやつです。さっきのやつ、これになりました。やば。ドゥーン。チャンチャランチャンチャランチャランチャ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 ランチャン、逆に引かないからね、飾っとくんしろ。え、ほんまにそのレベル違うものになってる。カブトムシのケースに入ってたら分かんない。分かんない分かんない分かんない。流木みたいな、流木みたいな木。こういうご当地グルメありそう。汚いよ。なんでこれ出てくんの。これちょっと食べれるんですよみたいな感じ。すごいこれ、すごいすごい、マジで。これすごいね。尊敬がない。その鳥さんも嬉しいと思う。鳥さんも嬉しい。ありがとう。もう一個あるから美味しいものって。あ、いただきます。わっ、こんなにあんの肉って。これもうずーっとカスみたいなの食ってねえからさ。だってこれがこれになるんだよ。え、ほんまやな。すげえ、うめえ。よかった。マジでうまい。忘れてたけど、うん、実はケンタッキーってこういう味なんだよ。うめえ、ケンタッキーうめえ。これもうまいんじゃない。もうやめて、もうやめて、俺もう。やっと見に行けたのに。やっと見に行けたんだからさ。これが一般。それが食うと、俺は。これあるじゃん。これがこうなるわけでしょ。そういうこと。すごい、ね。同じ部位よ。同じ部位。まずこの白いところは食えるから。結構これ、YouTuber の中でも、この染色にしたら勝てると思う。トップいける？トップいける。狙えるよ。そうな。気持ち悪いから。出た、それ。何それ。このレバーは。いや、気持ち悪い。でもうまいんでしょ、多分。うまい。うまいんかい。すごいよ。ジンタンがほんまに、この界隈のプロすぎる。え、昔やってた？昔、なりわいにしてた、これを。っていうレベルじゃない？これで食いつないでしょ。こんなんできる。仕事できんの？ケンタッキーの裏で待ち構えたら、まかないみたいなもんだよね。え、こんなのがいっぱい来るわけだ。大ごちそうで、そんな。まかない。いいか？貧乏すぎだ。あらすーって。これが100個とか来たらもうやばい。もうたらふくだよ。なんか、誰か成人したんかっていう時のあの、お祝い。これ出た時はもう多分どういうことなんだろうね。総理になった祝いとかじゃない？食べたいな。出ない、食べたいし。食べたいな。何でも考えて美味しく食べたいな。うん、分解の違ったかも違った。もう早かった。うん、迷いがなかった。どう追っていいか分からへん、うちら素人はやっぱ。うん。エミリー優しいじゃん。いや、すごいなと思って。ほんまに食べれへんからさ、綺麗に。エミリー年上だから優しい。なんか、包容力あんのかな？なんか、どんなボケしてもさ、なんか、突っ込んでくれそうな感じない。ある。マジ？あの、スタイルページってさ、ボケとツッコミじゃないよな。え、そう。俺がツッコミとかもする。そう。結構さ、お互いにボケるし、お互いにツッコむくない？あ、笑い飯ってこと？ただ、最高じゃん。ダブルボケの。ダブルボケ、ダブルツッコミ。そう。最高だよ。俺でも意外と、ボケてたい。あ、だろうね。ボケてる方がなんか楽しい。ボケに対してツッコまれる方が。うん。でも、ジンタンって天然だから、俺のボケをたまに納得するの。あ、そっかとか言っちゃうのか。そう、確かにみたいな。え、違うよみたいな。うん、求めてた答えじゃないよ。ネオ君頭いいから、時があるからたまにツッコミに入って、あとその演技力あるからさ、さっきのさ、名前呼ぶやつとかもさ、冗談でやってるのか本当に間違えてやってるのか。そうだよね、結構難しい時あるよ。うん、ネオ君のそのボケシステムの気づくのは、多分初心者結構時間かかると思う。確かに、バカ進まないと。3年付き合わないと分かんないと思う。うん、分からん分からん。だってこれ1ヶ月でやられたらガチミスだもん。確かに名前呼びはサトロのやつね。彼氏にした最大のミスってな、自分がやらかしてしまったこと。しまったこと。大体じゃなくてもいいけど。俺で言うと、元々カノがマヨネーズ苦手で、元カノにマヨネーズ苦手だよねって聞いちゃった時。あー。は、ボケなしでミスった。あ、言った瞬間に、あって。そう。あれ、マヨネーズ大丈夫なのって言った時に、大丈夫だよって言った時に、そういうガチな時はさ、ごまかせないよね。その時は。わかる。もう、わかるわ。もう出ちゃってんだよね。そこで、あ、前の感覚だった。みたいに言えば、多分、あ、ボケかってなるけど、ほって言ったらもうダメなのよ。あ、パニックになってた。テオ君ってなんかさ、人じゃないみたいな動きするよな、たまに。最後、あの、ジンタンのさ、コレクション見て終わろう。すごいよね、このコレクション。すごいわ。それは誰のかね。誰の人間とかじゃないから。実はじゃないの。これが見たで。これが沙織で、これがよしこで。すごいね。おさいこだね。美味しかった、女たちは。女たちをね。で、これを。骨の髄までね。骨の髄までとはこのことですよ。うわ、すごい。うわ、すごい。本当に化石だね。美味しかったです。ほんまにすごい。ケンタッキー食べ終わってこんなになる人見たことない。こっちが普通だもんね。そう。うわ、うちらのさ、全然、ちょっとまだ、食い途中だよ、こんなの。もし、あの、不快な気持ちだったら申し訳ないんですけど、うん、まだ、あ、一般的なケンタッキー食べ終わった後ってことだと思うんですけど、これは神社の手にかかると。
土がね、こうなりますから、これ。ほんまにすごい。博物館。いや、もう石。ほんまに。掘って出てきたら化石だと思う。うん。間違いない。ちゃんと、なんかこういうやつになんか、こういうなんか、うん。コレクション。こういうやつになんか、でも一番美味しく食えるのは、こっち。こっからまで来たらもう作業ってことやもんな。もう作業だもん。楽しい、ケンタッキー幸せっていう感じはもう、ない。ケンタッキーがどう食べてほしいかだよね。そうそうそう。確かにね。確かにね。サンダースが美味しく食べてほしいっていうメッセージ性だったらこっちやん。確かに。でも、最高まで食べてほしいって。なんで来いちゃうね。なんで来いちゃう。あーえーあーサンダースえー食べてよ。食べてよ。食べてよ。もう、うわぁ。ポテトが詰まってあの声になったんや。そう。いや、ほんまに、確かに分からへんわ。テオくんボケでやってるのか、ほんまにポテトが詰まってんのか、今分からへんかった。今のはボケ。そういうこと。今のボケなん？詰まってますってボケ。もう分からん。ほんまに詰まってるのか、詰まってますっていうボケなのかももう分からん。危ないチャンネル。はい。というわけで、ジンタン、ケンタッキー最強説が出たから、自分はジンタンよりももっと綺麗に食べれるよっていう人がいたら教えてください。挑戦者のと。バイバーイ。低評価やめてね。チャンネル登録よろしくね。